ノビグラード、または、ボサンスキノビはボスニア・ヘルツェゴビナを構成する、構成体のうちスルプスカ共和国に属する町及び、基礎自治体で、ボスニア・ヘルツェゴビナ北西部のボサンスカ、クライナ地方北部に位置する。町は、サナ川とウナ川に沿ってグルメツ山と小皿山との間にあり、川で国境と接し対岸は、クロアチアの町ドーボルである。今日 ノビグラード自治体は8500世帯3万人の人口を有する。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争時、地名が現在のノビグラードに変わったが公式にはボサンスキノビかシンプルにノビで知られている。ボスニア・ヘルツェゴビナ政府は自治体の名称をノビグラード、ボサンスキノビの両方を使用し、スルプスカ共和国政府はノビグラードの名称を使用している。 ボサンスキノビが最初に研究されたのは1280年で、新しい街を意味するローマ名であるカストリウムノビウムであった。オスマン帝国支配後のオーストリア・ハンガリー帝国支配下であった1895年、公式に街の名はボサンスキノビとされた。当時のボサンスキノビには典型的なボスニア人が550世帯3300人暮らしていた。 宇奈川と佐奈川には木造の橋が架けられ、住民たちは荒れる春や洪水に警戒しなければならなかった。1906年にはそのようなことから宇奈川にはシンボルであるが安壁が築かれている。1872年にはボスニアの町では初の鉄道の駅が開業し、他のボサンスカクライナ地方の町に比べ文化や経済において有利な点であった。同時期には 最初の病院も設立されている。ボスニア紛争後、ボサンスカ・コスタイニツァが、ノビグラードから分離している。アメトブシー、ブラガーチ・ジョプラ・ブラガーチ・リエカ・ブロトナ、ボザンスカ・コスタイニーツェ・ボザンスキー・ノビ・セラビカ・クラナ、リエカ・カダビカ・ドンジャ、カダビカ・ゴーンジャ、カダビカ・スレッドンジャ・セレイ・リベタ・サイド・ブラリン、ドー・ニ・バデ・シボ、 ドンジやジェサイドンジラカニ、ゴーンジャスラービンジャ、ゴーンジバデシッポ、ゴーンジやジェサイゴーンジラカニに、グラベスニカ、グラデイノバッツガンジョニーホサザイジョハフビカ、ジョセバカランデリークラスリエクリーニーリーズリーニー、マラクラップスカルギスカ、マラノーブスカルギスカ、マラズラジェビカモスラベアマティバジーメイズイック、マラコダル、マリオボポルジーペトコバッツペトリニアピーブラデニー、 パドスカパリアブニスプラサイラドミロ。VAC ラコバッツラスラベニスルディスソコリスト、スーホカスフォードナタビアトルゴビストベドビカ、ベリカルギスカ、ベリカズラジェビカバイトスサーベシーズビッチ。ありがとうございます。